いきなり1回の裏、大竹はピンチを迎えます。ノーアウト3塁1塁、バッターボックスには中島、レフト前に運びます。先制のタイムリーヒット。この後栗山の4番の栗山の送りバントもありまして、3塁2塁とチャンスを拡大したライオンズ。ここでブラウンがセンターへの犠牲フライ。1回の裏2点を先制したライオンズ。この時の大竹の表情を考えますと、ね、全然違いますからね。そうですね、確かに悪かったですからね、はい、2回です。小橋は先頭のヒューバーにツーベースヒットを打たれます。いきなりランナーをセカンドに背負いますが、しかし広瀬をレフトフライ。その後赤松三振、鎌谷はファーストライナーと。若干ボールは高かったけれども無難に立ち上がりましたよね、そうですね。ただライオン打線の援護点が止まってしまいます。2回の裏2アウト満塁というチャンスに栗山はファーストゴロ。この辺りちょっと守備ドタバタだったんですけどねここでね1点でも取っとけば変わるんですよね、さらに3回にも2アウト満塁というチャンスを作ったライオンズ。迎えるバッターは片岡。この辺り本当大竹がもう一押しでこう崩れていきそうだね。そうですね、はい、ボールを手を出してしまいましたね、うん、片岡三振で追加点は奪えません。5回小橋は勝ち投手の権利のかかるイニング、ノーアウト3塁1塁となって国土にレフト前タイムリーヒットを打たれます。これで1点を返されて1点差、2対1。石原が送って3塁2塁、打順は1番に返って東出。その東出が、まあ、左バッターが左中間方向にね、きっちりと打っていきました。そうですね、2点タイムリーヒットになって3対2、逆転にカープが成功します。6回の裏です。2アウトランナー1塁で片岡が盗塁成功。なんとか次の1点が欲しいというスコアリングポジションにランナーを進めたんですが、2番の大島はセンターフライに倒れます。6回を大竹投げ切ってこの回でマウンドを降りました。7回です。カープは石原、まあ、納得のね、本人もね、このスイングです。そう、ワンアウトの後からですからね、4対2とリードを広げます。さらにランナー1塁に置いて島の振り抜いた打球、いい角度つきましたもんね。そうですね、これも文句なしですね、はい、第3号ツーランホームラン、6対2リードを広げます。小橋はノックアウトされました。降板です。そして9回です。まあ、守護神不在の中、今日9回のマウンドに上がったのはベイル。中島を最後ショートフライに切って取って6対2、カープが2連勝としました。